はい、よっしゃ。今回はたくみさんが、はい、ワッフル屋さんに連れてってくれるということで、はい、尾崎たくみプロデュースということで、プロデュースじゃないけどじゃほんまに美味しいから食べてほしくて、はい、今日は連れてくぜ、イエーイ。ところによると、そのワッフルの概念が変わるらしいです。そう。ワッフルの概念が変わる。ワッフルって、もうワッフルやと思って食べてほしい。だから、はい、ワッフルって言ってる。はい、なるほどね。そう。本当はワッフルじゃないんや。いや、ワッフル。ワッフルやね。ワッフルやけど、そのワッフルっていう概念が変わると。今まで食ってたのはワッフルじゃないと言わんばかりの説得力です。さあ、どこですか？もう着きます。はい、もう着く。もう着きますよ。ここかな。そうなの。ワインとかどこかな。あ、ここもなんか可愛い服屋さん。どこなんだろうね。ちょっと入ってみていい？違う。どこやろ。おっと、お、ああ。そのおしゃれな服屋さんの隣でした。ありました。あや。あやこ。めちゃくちゃなんか可愛い感じ。ここです。はい、ということでね、はい、じゃあ料理というか、ね、頼んだやつが来るまでまた後で。後で。バイバイ。はい、来ました。来ました。めっちゃそれを。やばいね。セットで頼んだね。これぜひ食べさせて担当して食べましょう。いただきます。せーの。それもね、スニラー。ちょっとこれね、前回ね、来たかったんだよね、俺。そう、言ってたんだけど、結局ちょっと時間がなくて。もう早速来てますけど。だって早速食べてほしいって言ってたやん。絶対出来たてが甘いっすから。白いや。よかった、この大きさの食べれるし、食べるわ。食べるあるかい。素人すぎた。ごめん サクサク食べるってなんかちょっとさ、クロワッサンっぽいさ、わかる。そうです。なんかその通りの特徴もあって、これクロワッサンの生地です、ね、そう、食べにくいな、まあ、正解です。これ日本でもできんかな。ねえ、あんちゃん探したらあるんだ。あ、100本でも、うん、なかったよ。うん、ないんだ。このあやコーヒーはなくてもさ、こういうな。そう。あ、私探せばあんのかな。かもしれない。じゃあぜひ。我こそはワッフル屋さんは
これコメントコメントはい、おしゃれ。マジでワッフルちょっとね、いろんなところのワッフル食べてみたくなる。うん、これなんかね、新しい新しい扉が開かれたよ。ワッフル界でこれめっちゃさ、流行ってたらどうするもん。ステージすでこれ流行る次で、ね、もう流行ってる。さっき話したんだけど、ハウルの人、面白いな、改めて見たよ、改めて見たよ、ちゃんと見たらいいんだ、ちゃんとこう、面白いな、大人になって、大人になって、ジブリで一番好きな映画なんだ、トトロとか好きだけど、いや、猫の恩返し、いいね、猫の恩返し、マジで好きだよ、猫の恩返しか、千と千尋、のものだね、神か、神だ。俺らもおー、俺しかそのやばい、ま、間違えたみたいな、気づかんかった、完食です、全員完食です、完食でした、あっという間に終わっちゃいました、めちゃくちゃ美味しかった、今日好きにかぶってた、だってこの後のスケジュールはこの後のスケジュール、はい、なんですけど、今のところ、家に戻る、はい、家に戻る、はい、僕はちょっと行きたいところがあると、そうなんですか、うん、昨日2時ぐらいまで調べた、めっちゃ調べた、めっちゃ調べた、そんな時間からマジで、今日メディア歩きもあるから、メディア歩く、はい、いかがでしたか、めちゃくちゃ美味しかった、マジで本当にめちゃくちゃ美味しかった、ガチで過去一美味しいし、うん、内装もめっちゃおしゃれやし、焼ける好きそうな白い感じで、いや本当に美味しい、うん、マジで美味しかった、じゃあこの後どうしますか、この後さっきね、焼ける一人で行くって言ってたんですけどはい、はい、ちょ自分も同行させていただこうかなと思って、はい、よろしくお願いします、いいの、嬉しい、いやまあみんなで散歩したら楽しいからね、いや本当にだからなんか楽しいかなと行こうかということで、たくみはね、それはね、はい、ちょっとお家でちょっとゆっくり行きます、ほなまた行ってらっしゃい、行ってきます、はい、日本語をしたよね、じゃあ目的地の選択をして、目的地の選択、左上、それは一番で分かりやすく載ってるやつや、で3号線、3号線そう路線を押して、で自分が行きたい駅が安徳駅、安徳駅右上から2番目、そうそうそう、初めての電車です、初めて電車乗ります、監督に、今までずっとタクシーやったもん、タクシーだし、あんまりプライベートというかこう休みの時間に外に行ってなかったから、はいはいはい、あんまり観光とかしてなかったんで、なるほどね、一回も乗ってた、初めて来ました、よし、初めての韓国改札、改札通ります、行きますよ、すべてが初めてです、どこ、青いとこピッてして、もうすぐまっすぐ行く、いいよ、行っていい、いいよいいよいいよ、あれ？あ、こっちやった。ごめん、こっちやった。おいおいおい、これ字を書かせるための罠だ。違うって。はい。オッケー、いいよ、行って。じゃあ、お疲れ様です。来てきてもいいから。じゃあ、すぐ行きます。さっきあんだけ撮ったのが全然違うところに入っていた、逆の改札に入ってしまいました、いえ大丈夫です、これも経験です、はい、ありがとうございます、皆さん韓国電車乗るときは気をつけてくださいそんな逆行って出れないパターンあるんでねじゃあ今度こそ、今度こそ本当ですね、もう2回目ですね、はい、行きましょう、行きますよ本当に行くから、ね、いい、これ絶対合ってる、よしよし、来た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 、行きましょう行きましょう、
ぽいとこ来ましたね。すごいよ。ね。ここどこかって言われたら俺らもなんて言ったらいいかわからん。どこ、これは。いかがですか。いやめちゃくちゃなんかリフレッシュになるわ。ほんま？こう歩くだけで。嬉しいですね。いやあんまりね、ちょっと外出ないんで。はいはいはい。普段ね。こういうのにちょっとついてきてよかったなと思いました。嬉しいです。今一番言われて嬉しいです。で行きたかったところがね、はい、もうめちゃくちゃ混んでたから。混んでたね。2階なんだよ。そうだからなんかもう2人でさバーって歩き回って、うん、ちょっと気になったところにちょっとパッて入って、はいはいはい、いいね。一杯コーヒーを。いいですね。来ました。めちゃくちゃおしゃれ。めっちゃ綺麗。動画撮るけど、はい、じゃあいただきます。いただきます。今から北村ロッケー。はい。本当か？いや分からん。嘘つくなよ。なんかが分からんけど、とりあえず漢字でクソ書いてあって北村ロッケー。絶対違うけどな。なんで、まあ、韓国語の読み方があるんやろうけど、はいはい、まあ、その景色が綺麗なところに行きたいと思います、はい、今日ね、天気お、かさみだおー、いいねみたいなこれはメイクマネーか。髪の毛いいね、もりもりみたいな感じで今あの近所のおじちゃんが話しかけてくれました。いや、いいですね、こういう出会いもね。ね、いますからね。なんかそれっぽい街できたね。なんかブクチョンみたいな。ブッチョンか。もう行き止まりっぽいな。まあこれまっすぐ行ってたら多分着くと思います。来ましたー。来ましたよ。天気がね、最高だよ今日は。ね、天気いいから景色も最高やな。やばいです。ナムサンタワーも来ました。来ました。これは最高だね。もう少しうろちょろしてからね、行きますか。行きましょう。いい天気、いいね。あれ何ですか。キョンボックンの本体ここかな。あキョウちゃんがいいね、遜色ないです。ありがとうございます。張るね、 VR タイムに体張ってくれるね。ありがとうね。ありがとう。ああ仲間入りさせてくれてありがとうございます。来たね。これすごいですね。これどこに来ましたか。これ何でしたっけ。ロッテタワーです。ロッテタワー、これでかすぎない。高っ。いや、ありがとう。マジで無理言って来てもらったようなもんです。いやいやいや、とんでもない。もう俺がどうしても行きたい行きたい行きたい、ついてきてついてきてって言って来てもらいました。そんなことない。連れてってって言って来ました。お前パイアートがあーよしよしよし、キョちゃん。いたー、すごい。すごいよ。たけー。きつい。きつい。無理です。行こう。行こう行こう行こう。行きましょう。えい。ウェーイ。ウェーイ。
気圧が耳がやばい、ね、耳がボスってなる。やばいね。いやいや、夜は行きたい。夜行っちゃう。すごいよ。いや、来てよかった。ありがとう。いや、ありがとうね。ここまで連れてきてくれて。ありがとうな。こちらこそ。もう、この、なんていうん、景色を褒めれる語彙力を俺が持ち合わせてないわ。やば。いや最後ね、こんなにいい景色が見れるとは。ありがとうだね。素晴らしいよ景色。いい一日でした。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、楽しかったです。楽しかった。本当になかなかこんなにいろいろ外に出会うこともないんでね、うん、本当にリフレッシュになりました。本当ね、いい一日になったんで、はい、リフレッシュして頑張ります。